はい、皆さんこんにちは、ナッツでございます。さあ、久しぶりにちょっと友情ガチャをね、引いていこうかなと思います。狙いはね、闇の宝玉は結構溜まってきたんですよね、最近。結構溜まってきたよね。でもまだ欲しいので、宝玉だね。やっぱり狙いは宝玉と、あとはソニアさんのジンがまた来るので、その辺かな。スキル上げのまた変わるんだよね、対象。あ、こんだけエリアソニアスキル前になるか。まあそうですね、なんか木のモンスター少ないんですけど、スキル上げ対象、そちら等を狙って引いてみたいと思います。まあいいや、いきます。とりあえずいきます。さっさっさっさ、金が1個。あ、結構、あ、そうだね、金率はいいんだったね。進化カーニバルなんで、さあガブガブスタート。ダブダブミスはもういらないんだよな。ダブミスってさ、もう何なんだろう、最近すげえ手に入るイメージがあるんですよね。僕だけかな、すごい。なんか最近ダブミスに余るんですけど、ダブミスが余るんですけど、ダルシのスキル上げしちゃってるぐらい余るんですけど、皆さんもそうなんですかね。友情ガチャ特にね、今回は引いてないんですけど、なんかえらい余るんですよね。神秘はまああるね、集会で皆さんも余ったかと思います。でってそう、ね、夜中の3時近いんで、あんまり大きな声が出せないんですけど、でこの青い仮面がね、クイックキュアになるみたいですね。とてもね、キュアするような見た目ではないのにね。しかも僕チェイサー頑張って進化させてたのに、ね、それはねえだろうと思いましたね。うわー、仮面ばっかやな。またダブミス。宝玉が本当に確率低いんだよね。天文学数値とか言ってたけどさ、なんか全部集めるのはそこまではいかないけど、なんか出ないんだよ。神秘出すぎやんお前神秘です。3カード、全然ありがとうございますも言えない。金3つ、渋いですね。ダブサファに仮面にダブミス、ダブミス。なんだろう、仮面と、なんかあのダブリットのね、仮面が出た方がちょっとショックが大きいっていうか、なんかいらねえなって感じになりますよね。あ、緑ガブガブきた。ダブトパはモンスターの鏡だから、ドラゴンフラワーもね、ちょっとこの機会に貯めておきたいですね。ドラゴンフラワー本当目標ダンジョンでも1体しか落ちないっていう、めんどくさい代物なんで、虹の番人もちょっと嬉しい。デビディット、はい、なんだかんだあと1回ですね。ちょっと渋いというか、このままね終わるのはね、いかん気がするんでね、ちょっと一発やっちゃおうかな。はい、ということで、ちょっとこのまま終わるとブーイングが来そうなんで、夏休みガチャ引きます。いや、まあ正直ちょっと副産物が欲しいかなと思ったんですよね。金出るまでにしようかな。一発で終わりたいんだけどな、本当にね。ミニバルとかでいいんですよ。そんな高望みもしちゃいけないな。でもミニバルが一番低いラインかな。とりあえずね、もう7回で終わったのは良かったんですけど、もうちょっと副産物が欲しかったっていうね。まあソニアさんが、ここでやめとけって言ってる気がしますけど、ちょっと今回友情ガチャちょっとしょぼかったんで、1回だけ引かせていただきます。てか1回で終わらせたい、お願いします。やっちゃった。まあ10回ならね、このガチャその合計でいいんじゃないかな。ミニレイラー、 あと2回で出るかな。金何でも目的引いたのに引いてるんだっていうね。よしよし、これで終わり、これで終わりです。お、いいね、割となんだその狙いが来たというか、持ってないのがとりあえず来ればよかったんで、よかったとしましょう。ミニヘラさんですね、ミニ新王妃かな。結構ね、この見た目が好きなんだよね。なんかミニの方が可愛い。で、2A2 個ですね。中で使いたいな。はい。ということで、僕の夏休み、今度こそ終了でございます。以上、友情ガチャ10回じゃない、100回プラス、ちょこっと夏休みガチャでございました。ご視聴ありがとうございました。